こんにちは、カッパパです。今日はですね、まあ、あそこに書いてありますけど、あだたら山ですか、に来てます。あだたらはですね、もう過去3回か4回登ってるんですが、今日はちょっと梅雨の合間のですね、まあ、天気が持ちそうだなという土日なんで、まあ車でパッと来られるあだたらに来てみました。ここね、ものすごい風なんですよ。で、ちょっとゴンドラ乗れればね、乗ってこうと思うんですけど、まあ、ちょっとゴンドラ乗り場行ってみましょうか。運休って書いてある。一昨年の3月だか4月、残雪の中株間と来た時は、このゲレンデをですね、上のリフトの駅まで直通しました。いや、信じられないほど疲れましたけど、今日はどうしましょうかね。どうしましょう。ゲレンデ行っちゃうから。体がこっちに向いてしまったよ。登り始めから12、3分ですかね。1個上のリフト、これゴールドラインって書いてあるね。あの登る道とすればね、いくつかあると思うんですけど、この間僕とカブママが直通しちゃった道とか、あとはあの黒金小屋経由の道とかいろいろあると思いますけど、今日はみんなが行ってるこの道行ってみようと思います。ここでね、そう、向こうとの合流があるんですね。こう登っていくとですね、こっちはゲレンデだけど、ゲレンデ行ってる人もいますけど、登山道はこっちに揃えるんだね。こう巻く形で登るようですね。さっきのリフト その上の段っていうんかな、ここはここで終点だと思いますけど、まあ、ちょっと初めて登るコースなんでね、ワクワクしながら登ってるんですけど、ロープウェイの駅が向こうだから、まあ、こう行くってことなんでしょうね。寝不足かな。ちょっとマイペースプラスアルファぐらいでゆっくり行きます。これなんか登山道らしくなってきましたね。こっからあのロープウェイの駅までは一応多分40分か50分だと思うんですが、行ってみたいと思います。おお、開けたね。これなんだ。よいしょ。うわ、開けた。
けた。あそこですね。だいぶ遠いです。設計も残ってる。こんにちは。どうもね、なんか向こうの天気があまり芳しくないんで、戻ってあのゴンドラに戻るような人もいるんですけど、ちょっとあだたらあのぴょこっと出たのが山頂ですけど、あそこまで行ってみたいと思います。ここはね、9月終わり頃来ると山全体が紅葉で真っ赤っかなところですね。こんな感じでいい休憩スポットにもなってます。なんかたくあんみたいだね。ですね。じゃあ、こう表登山口と千鳥平の分岐になりますね。まあ俺こっち行ったことないんだけど、こっからですね、一応コースタイム山頂までは40分ってことになってるんだけど、まあだいたいそんなもんだと思います。じゃあ行ってみましょう。だんだん森林限界になってきましたね。お、山頂、まあ土首って呼ばれてる部分ですけど、見えてきましたね。今日はね、かなりの人がこう登ってますけど、その割には天気がね、真っ暗になっちゃったね。はい、こっち行くと峰の辻ですね。 あそこね。
せっかくだから山頂行こうか。巻き道来た。
ったです。はい、じゃあ、はい、動画見ていただいてるファンの方でいいんですか？じゃあファンの方にお会いしましたんで、自己紹介でイニシャルだけ言ってください。埼玉県から来ました N です。 N さん、はい、はい、同じく埼玉から来た B です。 B さん、はい、神奈川県から来ました A です。 A さん、はい、同じく神奈川から来た J です。 J さん、どうもいつも見ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、はい、カバーも入るの？こっちも入んの？イエーイ、ありがとうございます。あれ動いてないじゃん。あれえ、まだだけど、で、やっ、い、開いてますね、これ。うん、スースーする。え？何これ？あ、開くじゃん、これ。あ、すごい開いてる。ちょっと。ちょっと出してみちゃう。はい、29分ですね。ロープウェイ。降りて戻ってきました。いや、よかった、いい山でした。